只見線機構、パート1では新潟県の小出駅から入広瀬駅まで、パート2では入広瀬駅から福島県の只見駅までの風景をお伝えしたのだ。この動画では只見駅から会津川口駅までの模様をお見せするのだ。2011年の水害により、只見駅から会津川口駅の区間は鉄道が不通になっていたのだ。2022年10月1日の鉄道復旧まで代行バスが運行されていたのだ。動画撮影時の2022年9月は代行バス運行の最後の月になるのだ。代行バスの車窓からの風景を楽しんでほしいのだ。只見駅前のロータリーからバスが出発なのだ。駅前にはタクシーの車庫があり、宿屋もあるのだ。国道に出たのだ。街道沿いに店や住宅が連なっているのだ。Google マップ様によると、ここは只見町立只見小学校とのことなのだ。なかなか立派な校舎なのだ。会津蒲生駅を過ぎたあたりなのだ。多くの民家の1階部分、板が打ち付けてあるのだ。雪対策なのだ。この付近、只見線と並行して走るのだ。只見川なのだ。ダムが連なっているため、水をたたえたダム湖が続くのだ。トラス橋が見えるのだ。ところで、代行バスは大型の路線バスではなく、最大30人程度が乗車できるマイクロバスによる運行なのだ。只見駅到着前、代行バスに乗車するかどうか車掌さんが確認していたのだ。乗車人数に応じてバスの台数を決めるようなのだ。この日は1台のみだったのだ。水面に映るトラス橋がかっこいいのだ。
ちらは道路だけど、かっこいい橋なのだ。おそらく水面の温度は気温より低いのだ。この日は湿気のある日だったので、水面付近で空気は冷やされ、もやが発生しているのだ。冬の海などで見られるけあらしとは反対の現象なのだ。川にかかるトラス橋がかっこいいのだ。バスに乗っているときは気がつかなかったけど、普通区間に列車が走っているのだ。おそらく間もなく始まる営業運転に向けての試運転なのだ。駅到着なのだ。代行バスはここまでなのだ。はい、どうもありがとうございます。会津川口駅から先は鉄道で進むのだ。会津川口駅から先の模様は次の動画でお伝えするのだ。それでは Google Earth 先生で今回の工程をおさらいするのだ。代行バスで只見駅を出発したのだ。只見小学校の前を通ったのだ。この橋が最初に只見川を渡ったところなのだ。マッターホルンなのだ。ここから水面に映る鉄道の橋を見たのだ。水面にもやがかかっているのが見えたのだ。道路のトラス橋があったのだ。第五只見川橋梁なのだ。列車の試運転を見たのだ。会津川口駅なのだ。代行バスからの風景どうだった？会津川口駅からの鉄道の旅も素晴らしいのだ。楽しみにしていてほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。なのだ。ところで、代行バスの写真はないのか？人が映り込むので撮っていないのだ。単に撮り忘れてたんだろう。いや。その。